中産期っていうと皆さん小児科とか産婦人科に偏ってるコースかなって思う方も多いと思うんですけども、当会の中産期プログラムではあの、必修の産婦人科と必修の小児科1ヶ月1ヶ月に加えて、産婦人科と小児科どちらかを選ぶっていう選択必修が1ヶ月あるんですけども、その他の選択期間は比較的自由に決めれるので、まあ内科 見てみたりとか、外科見てみたり、周の、期以外の方から、まあ、期のアプローチができるっていうのも一つのメリットだと思います。外科の必修なんですけども、小児外科などを選ぶことができるので、外科的なアプローチで、あの、期を見ることもできますし、また、地域医療のコースでは選択なんですけども、香川のクリニックを選ぶことができるので、伊勢原から遠く離れた地域の医療も、周産期として見ることができるのも大きなメリットだと思います。 もともと学生の時は父が産婦人科を地元で開業しているのでずっと産婦人科を考えていたんですけれども今実際小児科と産婦人科もあって非常にまだ迷っていますというのも自分が興味のある分野っていうのが産婦人科の中だと不妊治療とあと産科ですねが主に興味があって小児科だと NICU っていう新生児の治療を行っているチームがあるんですけどもそこにすごい興味があるんですけれども 両方回ってみて、まあ、全ての連携が不可欠だなということを改めて実感して、まだ非常に悩んでいる状況です。学生時代から、まあ、あのクリニカルクラフティシップで産婦人科とか回らせていただいたんですけども、やっぱり分娩とかに立ち会うと結構涙ぐむというシーンがあったかと思います。もともとその不妊治療とかも、自分の身内にその不妊治療をやっていた人がいて、まあ、その人が妊娠して生まれたっていうのも、 すごいこう感動というかそういうのを受けまして本当にに産期に関われるとといいうのは素晴らしいことだなと思っておりますまず最初に小児科回ったんですけども小児科では NICU と血液チームそして一般チームっていう、まあ、大きく分けてこの3つがあるんですけどもここ全て回らせていただいたんですけども。 やっぱり血液にしろ NICU にしろ一般チームにしろどこもすごい専門性の高いことをやっていて非常にその,先生たちのスキルとか知識の多ささに圧倒されるシーンもありましたで産婦人科では主にその産科と不妊のチームを重点的に回らせていただいてるんですけどもそちらでも非常に高度な判断を必要とされるシーンがあったりとかで例えばそうですね大学病院ならではだと思うんですけども。 のの隊員から搬送されてきたお母さんで緊急に赤ちゃんを出してあげないといけないっていうシーンがある、あったんですけども、判断から、あの、実際出すまでの時間がすごい短かったりとかっていうので、非常にそういったところでは、将来こうなりたいっていうようなビジョンが出てくるような感じがしました。学生の時って、患者さんに話を聞くっていうのが結構ハードルが高かったように思えるんですけども、 実際にその臨床をやってみて、まあ、今2年目1年やってからだと比較的その患者さんのところに行くのもハードルを感じなくなってきたっていうのは一つ変わったかなと思います先生が患者さんにどうやって接してるかっていうのをこう、まあ、ついて回っていく中で見てそれを吸収して自分なりにこう自分のやり方を作っていくっていうのは結構大きかったかなと。 一番の理由っていうのはやっぱり自分が東海出身だから母校っていうことが大きかったです。というのも、まあ、研修医始まって4月とかっていうのは例えばまあ国史的な知識があったとしても実臨床のやり方とかもわかんないし電子カルテの使い方さえもわからないっていう状況なので、まあ、そういった中で一から人間関係を築いていくっていうのはかなりその、まあ、ストレスというかかなり大変かなっていうのが一番大きかったですね。であと 東海は伊勢原以外にも大磯東京八王子っていう付属病院が他にもあるんですけどもそちらの方ではまあ大学病院でありすつつ市中に近いようなこともやっているので、まあ、大学病院で研修しながらその市中病院に近い症例も勉強できるっていうのは非常に大きなポイントかなと思います、まあ、一番いいなと思うのは出身大学の垣根が ほとととんどないってことだと思いこだ思ます今2年目の研修医の同期でも、まあ、7人ぐらい外の大学から来た子がいるんですけどもその子たちも去年の4月とかにはもうすでにその東海出身の研修医と打ち解けて今ではほとんどその出身大学と関係なななく一緒にに話せるような仲間になっていますまたあの入局を考えた時でも3年目以降の科に属している先生もあの東海出身の先生も,ももちろん多いんですけども。 それでもやっぱり他の大学から来た先生っていうのも多くてそういった面ではもうやっぱり入局を考えても大学の垣根がないっていうのは大きなポイントだと思います。他大学から来るとどうしてもその馴染めないとかもともと出来上がってるグループの中に一人で来るっていうのは不安だと思うんですけどもそういった方でも全然もう1ヶ月もすれば普通に打ち解けてもうなんか大学の1年生の時からずっと喋ってるみたいな感覚になります。 一番、まあ、今思って大事だなって思うのはその同期の人数とあとそこで働く出身大学の割合ですねっていうのもあまりにも同期が少なすぎると、まあ、研修始まって大変な時にその大変っていうのを、まあ、愚痴じゃないですけどそういったおしゃべりできる人が少ないっていうのもあって大変だと思いますしあまりにも同期が多いと例えば 主義の取り合い、天敵とかそういった主義の取り合いにもなってしまって、まあ、成長がちょっと遅くなってしまうかなっていう点がちょっと懸念ですね。まあ、出身大学の割合については、母校ならともかく、外の病院に行くときに、あまりにも出身大学が固まっていると、最初に出来上がってるグループの中に一人で行って打ち解けるっていうのがちょっと大変かなっていう思うので、出身大学の割合と同期の人数っていうのは大事かなと。 外部の学生にとっても東海は比較的比較的というかもうほとんど垣根がないのであのおすすめかなと思います。